さあ、それでは皆さん、1回戦ラストの試合を呼び込みたいと思います。残ってるチームはこのチームです。マカチーム VS ドタマチーム、各選手。はい、マカチームがマカ、サトル、ギャグオ、そしてハマチューが勝ち上がってドラフトで選ばれてます。ドタマチームはドタマ、ジョーカー、クラウン、そしてブンテス、下の予選から勝ち抜いてきたのはドラフトされたのはイタチです。この4対4、1回戦ラストの試合となります。この試合で勝負していただきたいと思いますが、まずはバトロワの試合方式でいきたいと思いますので、代表者リーダーですね、ステージの前の方に来ていただいてじゃんけんでお願いしたいと思います。まあ、ビート聞きましょうかね、まずは。はい、それではビート聞きたいと思います。バトロワのビート、このチームのバトロワ方式第1ラウンドのビートはこれだ。はい、ナイスビート。ビートいいですね。はい、これでいきたいと思います。それでは代表者ステージの方に出てじゃんけんでいきたいと思います。そうすればじゃあ、はい、ドタマとマカですね。はい、じゃあ先行後攻のじゃんけん、どっちが先にやるか。ここでじゃあまずはドタマチームの方からいきたいと思います。じゃあチームドタマステージの方へ上がってください。マイクは足りないのは俺が渡します。大丈夫です。はい、順番はちょっとだいぶ混戦してる。いける？あ、じゃあコードが伸びる。じゃあドタマ、テス、ジョーカークラウン、イタチの順番でいきたいと思います。8が2つです。それではまずはバトルは方式でやっていただきたいと思います。チームカラーはこんな感じでいきたいと思います。それではドタマチームからいきたいと思います。いきましょう。レディー、ファイト。パッと見ないまとまりは、でもただそれだけ侮っちゃいやっけ。バリエーションって言葉があるじゃん。バトリエーション豊富、オブザイヤーのように集まってるこの現状でセッション2月18、自分の歌詞分かった4人がここで見せる。パチパチ、自分の価値見定めて価値をつかめに行くマスターピース。誰が嫌で誰が嫌でまとまりがないけど最後にスプッとまとめるタイプ。ライブつなげて You B.O.S. かましながらも Kicking the best donor。 このローカル立たせるだろうか、道楽じゃないぜ音楽。こんなにヤバめなチーム、ローカルが集まってまじまじハッピー。勘違いならば勘違いなパンチで打ちなぎながら上手じゃないけど、いかれたスティーブン・ジョブズみたいに。楽しそうなことしてるからノリで予選上がっちゃってすいませんかな。俺これ選ばれた側ってか、今じゃリスナー兼俺プレイヤー。先散らす俺のこと知らねえやつ多いだろ。 DJ 回したいけたバイラル、いけた挨拶がこれ抜け解散。4つのマイクで感動生んでる、横にいるブンテスがヤバいフローを見せつける。そしてジョーカークラウンバリに見せてくジョーカー。下克上がここにあるとしたら俺は全てをひっくり返す。そしてイタチのように山を駆ける、俺のラップでみんなは果てる。まるでアマテラスか、知らねえが火を照らすことはないで火を照らす。こうなるどうなる、またも上がってく口角。まるでドーナツの中にはガテキザどこにど真ん中ドロップシェかましていくだけだぜ。どうなるかしたことないジョーカーファンイラブンバー返し。真ん中の点がずれてるから曲がってなんぼ、俺はチンコも曲がってなんぼ、だから花咲かず可憐なステップで向かってくザーグ。ああ名前の通りこれがターリン、言葉でザオホナミコナミ置き手紙置いてすぐさまベイビー。ああオリオンに集合だ、オリオンビールで乾杯。新たなスターな雰囲気この場所にだが、4人ならこれはイケてる環境。俺服がオールのファッション、ドーナツの下りも受けながら俺らとやりたいな。この場所で俺音楽を堪能、群馬伊勢崎埋もれた才能。終了。まずはドタマチームありがとうございました。そうすればじゃあ各自陣地の方へ戻ってください。あ、そのマイクちょっと借りていいですか。
さあそれではマカチームステージの方に、龍角さん食べたい人いる？ほらみんなで食うよ。危ないやつじゃないから。俺東京でそれ食べて大変なことになって、あ、グミ食べるって言われて、食べて死ぬかと思って。食べろというふりです。それではマカチーム8小節、1人2本ずつなので2周回ります。それではマカチームのスタイルを提示してもらいましょう。行きましょう、マカチームレディーファイト。 Yeah! 調子上 This for you見たいだろ本物の恐怖、俺たちは東部、Yeah! 札幌生まれ極道育ち、寒いなお前ら、ここは東京、俺は北海道、俺は札幌ローカル、俺が歩けば必ず儲かる。フリースタイルとは違う遊び、音源を作り出すメジャードリーム、またイケてる札幌と栃木が組んだら横には浜中でビッグドリーム、勝ち込めイケてるこの玉、今日はぶち抜くよ4人のと玉、いかれた瞬間ミリボンだら、皆さん準備できてますから。どう考えても一番やべえだろ、そこらのガキとレベルが違え、超やべえシアフター、もっとポーカーフェイス、全員が主役のフォーマンだろ。いやレベルが違え、オタクみてえなラップ聞きたくねえだろ、かませねえならダッセーから、アウェーな選手もレッツするぜ三軒茶や。ドタマはオタク、ただのゴタク、あいつを挨拶できねえ、分配おじさん俺らとやる準備できてんのか、ドタマかつわるぞ、あいつはバカ、いや挨拶できねえんだよ、あどもどもどもとかどもどもして、あいつはただのどもり野郎だぜ。怒ってるギャグをサンパウロからフライトをサンパウロを経由してここ東京、ドタマ物販やればいいと、それかマンコなめれねえな、あの顔じゃメガネ取るぞ、アイフィルまたなめれねえ、プシイケてる首足がガフェットしたシティ、イケてるやつら二人をまとめたら俺が調和して神様となる、アシカがヒーロー、バカイカれた瞬間フィルトゥドンダダ、横には浜中で間違いねえな、イケてるプレイヤー本物のリールで間違いないな、足利のヒーロー、俺ら4人が一番さヒップホップ分かってるだろ、なぜだストッパー集まる4人ヘビーなスモーカー、バカとバカは高いとこが好き、今日は無名が上げるのろ、知ってる分発見せる温故知新チームドタマ、明けが風船の灯火、イエチーム、お疲れ様でした。そしたらじゃあ各自陣地の方に戻ってください。はい、マイクちゃん戻ってください、マイクも戻ってください。はい、ということで皆さん判定に行きたいと思います。第1ラウンドの判定に行きたいと思います。よろしいですか、行きますよ。まずは先攻ドタマチーム、後攻マカチーム、まずはマカチームです。まずはマカチームにワンポイント入りました。はい、それでは第2ラウンド8小節2本、第2ラウンド8小節2本の戦いに行きたいと思います。